皆さんこんにちは、ネコビットの川地です。今日は M5 スタックというガジェットをファミコン風音源にする方法をご紹介します。どうやってやるかっていうと、M5 スタックの中に入っているマイコンにファミコン風シンセサイザーのプログラムを書き込んで、 PC と M5 スタックを USB MIDI インターフェースを使って、このケーブルで接続するだけなんですが、 M5 スタックにはこの MIDI ケーブルを接続するためのコネクタはありません。ここで登場するのがこちらの M5 スタック用 MIDI モジュールになります。この2つを組み合わせることで M5 スタックに MIDI インターフェースの機能を持たせることができます。M5 スタックはもともとこんな状態なんですが、これをここのコネクタをゆっくり外すことで2つに分かれます。で、そこにこの MIDI モジュールを重ねて、こちらに間に挟むような形で装着します。で、装着できたらこの MIDI コネクタの、ブレークアウトモジュールをMIDI モジュールのコネクタに挟むと、これで完成です。これで、こちらのですね USB MIDI インターフェースの MIDI ケーブルから M5 スタックに MIDI ケーブルを接続することができます。これで、コンピューターと M5 スタックの間でMIDI というですね、音楽に使う情報のやり取りができるようになりました。装着ができたらですね、GitHub の M5 スタック MIDI モジュール用のサンプルスケッチをアップロードしてあるので、ここからファミコン風音源のソースをダウンロードして、Arduino IDE を使って M5 スタック本体にプログラムを書き込みます。書き込み自体は、通常の、書き込み動作で書き込んでもらえれば良いです。で、音楽を打ち込むための PC 側のソフトについてはですね、打ち込みに使う DAW というですねソフトをお持ちでない方は、 Windows でしたらとりあえず、ドミノっていうフリーソフトの MIDI シーケンサーを使えば手軽に始められます。Mac だったら、スタジオ1のフリーバージョンとかが確か、そのまま、MIDI の打ち込みに使えたと思います。ではですね、実際に音を鳴らしてみましょう。M5 スタックの、本体の電源を入れるとですね、このようにキャットボットの画像とともに、シンセが立ち上がっております。まだですね、ちょっと画面の方は、若干未完成気味なので、一応最低限の情報しか表示しておりませんが、これで、機能としては準備 OK です。では実際に音を鳴らしてみましょう。パートは全部で4チャンネルあってですね、全て単音のパートです。で、1チャンネルと2チャンネルはパルス波のシンセです。はい、それでですね、このパートについてはプログラムチェンジをすることで、音色を変えることができます。それぞれ1番からデューティー比が 12.5%、25%、50%、75% の4音色があります。プログラムチェンジ1から4で選べます。で、次の3チャンネルについてはですね、これぞファミコンという感じの音の、疑似三角波という音色になります。
はい、次4チャンネルはノイズです。で、こちらのパートはですね、プログラムチェンジで、普通の、いわゆる普通のノイズと、音程感の強い、単周期ノイズというのに切り替えができます。で、3チャンネルの三角波を除くと、コントロールチェンジの7番と11番、ボリュームとエクスプレッションで音量の変化をさせることができます。そして、コントロールチェンジ6番でピッチベンドのレンジの変更ができます。その範囲は0から24まで、2オクターブまでですね。レンジ変更ができます。そしてこれらをまとめて演奏させると、はい、こんなことができます。このですね、ファミコン風音源のソースは全部無料で普通に公開してますので、皆さんですね、この M5 スタック用ミディモジュールというのを購入していただいて、ぜひファミコンの音を M5 スタックから出して遊んでいただけたらと思います。では皆さんありがとうございました。この M5 スタック用 MIDI モジュールは、スイッチサイエンスウェブショップ及びベースのショップで販売しております。